ダクションプレゼンツ、すひれ花びら風に揺られ遠い故郷を思う日に、ゆふべ水面に映る調べ、おぼろ月眺めてた。11月6日水曜日夜8時、ネバーエールプロダクションプレゼンツ歌女。お聞きの皆さん、こんばんは。メインパーソナリティの純香さんはお休みになります。本日はメインパーソナリティ根本萌音が務めさせていただきます。この番組は様々な女性歌手が集まりお送りする番組です。それでは番組を一緒に進行します3人のパーソナリティをご紹介します。はい、番組を一緒に進行させていただきます、夏美シャトンヌです。よろしくお願いします。はい、同じく番組を一緒に進行させていただきます、伊藤さくらと申します。よろしくお願いします。はい、そしてメインで引っ張っていきます根本萌音です。よろしくお願いします。はい、さてオープニングのコーナーを始めていきたいと思います。歌者のおすすめコーナー。それではみんなのおすすめを今日は誰からいきますか。はい、はい、会場がちょっと寂しいですね。ですね、私のおすすめはね、プロテイン、コンビニでも売っておりますザバス、おすすめしたいと思います。私もともとダイエットをしてて3ヶ月で10キロ減量に成功したんですけれども、その時にプロテインを、栄養士さんから教えていただいて、今おやつ代わりというかご飯代わりに飲んでるんですが、もともと私夜はダイエットしてた3ヶ月は夜ソイプロテインというね、ちょっとお腹にたまるプロテインだけをご飯として食べていたんですけれども、まあ飲んでいたのか、でもそれだけだとね、ちょっと一般の人は大変だなっていうので、このザバスっていうコンビニでも売ってる、私は今 430mg、 ちょっと大きいパックになってるやつを飲んでるんですけれども、これを飲むといいよって、普通の食事に戻した時はこれを飲むといいよっておすすめされたのが、ザバスのこのプロテインなんですね。で、だいたいご飯を食べる時ってタンパク質が取れないがちなんですよ、摂取できない感じで。そうなんだ。そう、多分まあ、あんまりやる人はいないんですけど、その成分、自分が食べるものの成分のタンパク質に注目すると、割と取れてないんですよ。で、そのタンパク質を、でもシャトンヌの大好きな卵にはタンパク質いっぱい入ってる。私は異常に取ってるかもね。割と取れないんですけど、タンパク質って人間の体のすごく大切なものなので、ちゃんと補っていかないとなっていう時に、このザバスを、私はね、おやつ代わりだったりちょっとお腹減ったなって時に飲むとお腹いっぱいになったりするので、これを飲んだり、あとはもうちょっとちっちゃいパックになってるやつも、ちっちゃいパックの割にタンパク質の量が大きいパックと変わらず 15g なんですよ。で、これね、多分注目して見てもらうと分かるんですけど、 15g1 個の食料で取れるものってないんですよね、タンパク質が。それぐらい高タンパク質なので、タンパク質は毎日飲むとちょっと取りすぎかもしれないんですけど、2日に1本とか、それぐらいのペースで取っていくとタンパク質も補えるので、コンビニで本当に手軽で売ってるのでね、もしお腹減った時とかも飲むと、割とお腹がいっぱいになるものなので、はい、特に女子はおすすめです。いいね。お腹減ったって言って変なジュース買うよりこっちの方がいいです。確かに。そうだね。これ430mg、これだけ飲めば多分相当お腹いっぱいになるので。おいくら？これね、160円ぐらいだったかな。お手頃だね。そうそう、全然。ヨーグルト味とかいろんな味があるので、これを飲んでるだけで結構タンパク質、筋肉を作られる成分がタンパク質なので、そうなんだ。そうそうそう、筋肉を作ってくれると脂肪も燃焼されやすいので、へー、はい、なのでタンパク質おすすめなので、コンビニでもいっぱい売ってますのでね、ザバス のパックのプロテインをぜひ飲んでみてください。はいよ、ね、ザバスいっぱい見たことあるけど、確かに見たことあるけど飲んだことない。割とね、なんか飲みにくそうだなって思われてるんだけど、割と普通のジュース。そうなんだ。飲むヨーグルトみたいな、へー、飲むヨーグルトかも、ちょっとサラッとした感じ。へー、そうだから本当飲みやすそうだね。そう、変なジュース飲むより、変なパックのジュース飲むより全然こっちの方が体のためになってるので、いいね、いいね。飲んでみて。はい、飲みます。はい、はい、
はい、夏美シャトンヌ、そうですね、うん、11月は私の大好きなお寿司を紹介しようかなと思います、うん、あここに来て知ったお寿司好きだったんだね。ね、ごめんね、ここに来て知ったね。お寿司大好きで、なるほどね、本当大好きなの、もう本当に毎日食べれるぐらい大好きで、いや今全然お寿司出てきてなかったよ今まで。ごめん、ね、5時間やってますけど、ごめんここで明らかにされるけど、そうなの。そうでね、あのね、おすすめが、うん、ガッテン寿司っていうお寿司屋さんで、ご存知ですか？ガッテン寿司ってさ、東京にある？え、あるよ、ね、今ある？ありますよね、私、東京にある？ある？ある？あ、ね、そうなんだ、うん、あ、神奈川も、あ、そうそうそう、神奈川、埼玉あたりのイメージが、そうだと思う、埼玉はね、多いかもしれない、埼玉めっちゃ多かった、うん、そうそう、結構ガッテン寿司、私も実は好きですよ。あ、知ってるの？いいよね、埼玉県出身ですよ。あ、そうだ、さくらちゃん、だから私結構ガッテンはよく見てました。本当に、はい、やばい、めっちゃテンション上がった。ガッテンを上げよう、テンション上げよう。知ってる？なんかさ、店員さんがさ、ガッテン承知って言う、言う言うよね。え、知ってる？うん、え、モネちゃんも知ってた？知ってる知ってる。もう最、あれでしょ、もう最、もうガッテン承知の地位抜けてガッテンショーみたいな感じで慣れてきたらもうおじさまが叫んでくれるよ。そう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 。え、本当に大好きで、うん、何が好き？それはね、そう、中落ちが好きなの。食べたことある？中落ち、あんまり？うん、中落ちってすごい美味しくて、てかあんまり中落ちがあのお寿司屋さんにないというか、え、そうなの？中落ちってないの？あんまりないんだよ。そうそうそう、お寿司屋さんに、あ、中落ち食べたいなって言って行っても、あんまり中落ちって置いてなくって、でもそう、ガッテン寿司は絶対中落ちがあるんだよね。へー、そう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 、食べて食べて、そうで、あとね、その中落ちもいいし、もちろんお寿司はいいんですけど、このなんかサイドメニューがまたすごく美味しくって、なんですか、なんですか、サイドメニューは、うん、ごぼうを揚げたやつがあるんだけど、うん、それが、知らない、ほんと、もうそれ食べてほしい、お寿司の前にそれ食べてほしいぐらい本当に美味しくって、なんかごぼうチップスみたいなやつ、そうだね、それのもっとごぼうごぼうした感じ、ごぼうごぼうしたね本当にごぼうですみたいな主張が激しいごぼうの揚げたやつ、そうそうそう、めっちゃ美味しいから、そう、お寿司ももちろんだし、サイドメニューも美味しいし、はい、店員さんはいつも元気だし、中落ちはあるし、うん、で最高なんで、本当にぜひお寿司迷ったらどこ行こうかなって思ったら、ガッテン寿司が一番おすすめですので、ぜひ皆さん行ってみてください。はい、ガッテン寿司さ、スジコ知ってる？スジコ知らないでしょ。知らない。スジコめっちゃ美味しいから。待って、中落ち、中落ちと同じだよ。スジコ、ガッテン寿司のスジコって言えば、まあ私の中で有名なんだけど、あ、そうなんだ。他のお店でスジコないんだよね。あ、ないね。見たことないや。確かに。え、そのスジコを食べたくて私はガッテン寿司に行くぐらいな。あ、本当？そう。あ、じゃあ本当あんまりないようなメニューがあるんだね、ガッテン寿司って。もうスジコ食べたくて、今だってガッテン寿司って聞いた時にスジコって思ったもん。もうスジコ食べたい。本当にどこにもなくて、あの他のお寿司屋さんとかでも探すんだけど、スジコがあるお店がなくって、うん、確かに。ガッテン寿司行ったら、私もちょっとガッテン愛が激しいんで。おー、嬉しい、よかった。そうそう、スジコ食べてほしい。中落ちとスジコはね、いいね。じゃあ今度食べる。あとね、たまにね、大トロがなぜか安くなってる日があるの。あれ、そうなの？なぜだかわからないけど、あそこにいくらって書いてあるのになんでこの値段なのっていう、安くなってる日があって、本当は一皿でやめようと思ったけど、二皿食べましたね。最高。そう、だからガッテン寿司私もおすすめです。よかった嬉しいな。シャトンヌに乗っかりました。はい、じゃあ最後モネのおすすめいきます、うん、この前ね、初めて飲んだんですけど、うん、バタフライピーって知ってますか、うん、飲み物、あのね、青いね、ハーブティー。あ、ピーね、ピーって聞こえた、ティーね、バタフライピー。そう、ピー、ピーなの。ええ、名前はピーなの。ピー、バタフライピーって名前のお茶なんだけど、青いハーブティーで、なんかタイのね、タイのハーブティーらしくて、タイでもう美容にもいい、美肌にもいい、健康にもいい、あのアンチエイジングにもいい、そういうね、そういう最高のお茶で、いいね、この前ね、その青いお茶、これが蜂蜜レモンを入れると色が変わるって、うん、
何色に？それでなんか最近もインスタ映えとかでも流行ってるみたいで。待って、蜂蜜レモンってどういうこと？蜂蜜を入れる？そう、蜂蜜とかレモンを入れると、その青いお茶があのクエン酸で反応して紫色になるの。へえ、それがねすごく美味しくて、そう、すっごい綺麗で、この前動画も撮ってね、動画撮ったんだけど、載せてる？載せる、載せる、載せる。じゃあこの番組聞けるぐらいにはもう載ってるかもしれない、載ってるかも。めちゃくちゃ綺麗で、いい、ね、で味もねそんなに癖がなくて、青いからどうなんだろうと思ったんだけど、うん、動画見たい。動画見る？見ていい？動画出るかな、すぐ出る、ちょっと待ってね、うん、動画。確かに何味なんだろう、なんだろう。でもこれはあれ、うん、どこで売ってるの？なんだろうね、日本で売ってる。私はお祭りのねその屋台みたいなキッチンカーでね買ったんだけど。あ、じゃあもうバタフライ。そうそう、綺麗なね、うん、あのほんとぶどうジュースみたいな綺麗な紫になって。あ、ほんとだ。このいい、ね、この差が結構違うんだけど、詳しくはモネちゃんの、そう、うん、今度のっけます ね、 ね、見てください。そう、ものすごく綺麗で、それで、ね、健康にもいいって聞いて。ほんとに真っ青だね。そう思ってた以上に真っ青だった。結構な青色で、でもね、美味しかったの。美味しかった。そう、うん、レモンだけ入れるお店もあるみたいだけど、うん、ここは蜂蜜レモンを入れてもらって、うん、そう、いいね。で、歌う前だしちょうどよくて。確かに。そうそうそう。あ、でもさ、お茶か、炭酸じゃないの、うん、お茶か。私、蜂蜜も入ってるし、うん、喉にもいい、うん、日本のお祭りだよね。そうそう、で、初めて見てね、これおすすめだよって言われて買ったんですけど。いいね。めちゃめちゃ美味しかったです。あ、美味しいんだ、ね、まあ、でも美味しいし、レモン入るとやっぱり、うん、そうだよ。でも味が想像つかない、青いからさ。なんだろう、そんなにね、お茶っぽくはなかった。お茶調べてみよう、うん、ね、調べてみよう。でも、蜂蜜レモン入った時点でも甘い感じが。そうそうそう、ね、だからそっちが強くてね、美味しかったです。ぜひ見つけたらね、すごい、インスタ映えだね。飲んでみて、写真もすごく綺麗に撮れるから。原宿に出そうな写真、ね、確かに原宿っぽい、確かにあるかもね、もしかしたら、ね、そうだね、もうあるかもしれない、映えといえばね、うん、すごーい。ぜひ綺麗なので、本当に綺麗なので、ぜひ飲んでみてください。はい、はい、ということで以上、うたじゅのおすすめコーナーでした。さて、今週のテーマですが、先月大好評でしたイントロクイズを行いたいと思います。それではここから番組プロデューサーに変わりたいと思います。準備から始めた。いきなりほら喋ると声が出ない。なるほど、なるほど、なるほど。はい、前回のイントロクイズ大好評でございましたんで、はい、今回も楽しかった、はい、イントロクイズをやりたいと思います。お、はい、はい、今回なんですけども、イントロクイズの優勝者には、うん、なんと、まあ、前回何でしたっけ。前回 BGM。 そうですね、そうです、 BGM を最初オープニングからエンディングまで、その方のを流すと、うん、いうことですね。今回なんと優勝者には、うん、次週放送の、うんうん、笑ってる、パーソナリティを一人でやっていただきます。どういうこと、パーソナリティ一人？そう、一人で番組の進行をしていただくという。あ、じゃあ進行だけってことだよね、うんうん、他ゲスト、あのメインパーソナリティ、もう一人でずっと、え、じゃあ一人しか出ない。だからいつもは歌女4人でやってますけど、うん、まあ今今日純香さん休みだったりとかしますけども、うんうんうん、それ一人で、うん、それある意味罰ゲームじゃないですか。罰ゲームじゃないえ、だってお便りも読んで感想を言って、歌女のおすすめコーナー一人でやって、じゃあ今週のコーナーもやってみたいな、うん、でもそれがなんとそこなんですよ。今週のコーナーってありますよね、うん、その新コーナーだけは、あそこだけはちょっとね、あのコムコムオートさんが入ってますんで、うん、あそこではちょっと曲げられないんですけども、うんうん、なんと、固定コーナー以外は全てやりたい放題です。やりたい放題って言ってもさ、もう自分のプロモーションに使っちゃってもいいですし、自分の喋りたいことガンガン喋ってもいいっていう、いや、罰ゲーム以外の何にでもいや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 、ね、あ、ね、すごい、もう自分のやりたい放題。え、じゃあ他の負けた3人、まあ、あと2人プラス純ちゃんはどうするの。それは見てるの、まあ、見てましょう。見てるお客さん、もし、うん、もしもなんか一人で心寂しいなとか、うん、あったら、その時だけはあの呼んでも構いませんし、多分序盤で呼びませんし、すぐ呼ぶよ。あ、でもなんか
楽しいですね、うん、半分ぐらいはちょっと一人でやってみて、うん、どこまで耐えられるかみたいな、うん、自分との戦いみたいな、ね、そうですね、いやもう本当罰ゲームじゃん。でこれがもしできたらどの曲でもパーソナリティいけるかもしれない。確かにそうだね、自分を鍛えられる。でそれを見てる、まあ、私がもし外野だったら私はそれをじっとあ出た出た困ってる困ってる出たちを見られる。私の方が良くない？そしたらそうだよ。不安だったら来週台本できてますね。台本通りでも変わらない。あ、なるほどね、なるほど、ね、なるほど。だトライオーによってはどっちの立場でも楽しいかもしれない。そういうことですね。そう、なるほど、そういうことです。なるほどね。キャーということで、勝ちたい、はい、勝ちたいでしょ、ね、楽しい、楽しいです、うん、もうどっちでもいいよこれは、うん、そうだね、頑張ろう、うん、ね。それじゃあ始めたいと思います。はい、歌唱イントロクイズスタート。イエーイ、イエーイ。それじゃあ、じゃあ、うん、まず1曲目いきますよ。まあこれも前回と同じ、挙手制にしまして、はい、先に3曲当てた方が優勝となります、うん、はいはい、前回ねみんなね同率で2、2、2って並んで ね綺麗になりましたね。そう並んで、ね、最後根本俺がインチキをしてね、違います、あれ、ね、流せよっていうことですよ。脅されて投げてあれ、いや怖い怖い怖い、ちゃんとあのスポーツマンシップに乗っ取りました、はい、じゃあそういうことで今流しますんでね、はい、はい、それじゃあいきます。第1曲目はこちらです。はい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 、早い、さくらちゃん、はい、ホラッツのディスタンス、あー早い、リッツアウト、リッツアウト、この歌いいよね、うんうん、昔の曲は、はい、はい、ね、うんうん、ザ・アルフィじゃなくて、ザ・アルフィでございますからね、はい、ザ、うん、あ、なるほどね、ザ、はい、なのね、ザです。いらっしゃいませ、お客様が来ました。どうぞさあ、それでは今、さくらちゃん1点先取ということで、はい、取りました、はい、ね、The Alfie、ね、ホスさん、実さん、正解でございます、うん、それでは第2問いきたいと思います。イエイ、はい、はい、はい、それでは君がいるだけで、なんでわかんない、正解、すごい、すごい、すごい、やばい、すごい、やばい、すごい、やばくな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 い、すごい、すごい、私は私の曲をカバーするぐらいの考えで、それのコーラスも十何曲とか毎年やってるので、割と昔の曲をかなり聴き込んでる。そうなんだ、はい、なるほど、早かったな、早い。さあ、それじゃあいきますよ、はい、次の曲ミュージックスタート。ん、ん、なに、なに、わかんない、わかんない、もうちょっと長く言おうか、もうちょっとあった気がするんだけどな。ミュージックスタート。何？間違えるかもしれない。はい、誰、いいよいいよ全然、はいはい、夜桜お七、おん、どうでしょう。よっしゃー、すごーい、優勝は優勝は優勝は、ありがとうございます、おめでとう、おめでとう、これが当たったな、今の最後、おめでとう、すごいね、すっごい振り絞った今、素晴らしい、はい、すごい、ちなみにちょっと今やらせが一つありました、根本もね、これカバーで歌ってますね、あっ、ちょっとちょっとやばいと思ったんでしょうね、カバーで歌ってるから、あ、そう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 、俺も今流してね、どっちが早いかなと思った、流した瞬間やべ、もう一曲やりますか。いやいや全然全然、これはもうルールですから、私どっちでもいいよ、これはルールですか、大丈夫です、あげた方が勝っても罰ゲームだから、ね、やりたくないんでしょ、勝っても罰ゲーム、優勝ということで、罰ゲームだよこれね、皆さんお楽しみに、はい、頑張ります、伊藤さんからパーソナリティで、はい、一日ありますんでね、はい、お願いいたします、よろしくお願いします、はい、じゃあ締めてください、はい、今週もイントロクイズ盛り上がりましたね、はい、以上今週のテーマでした。続いては新コーナーです。根本モネの車で街巡り。このコーナーは相模原市中央区千代田にありますコムコムオートの提供でお送りいたします。今回はミニのクーパーのセカンドアニバーサリーモデルに乗って相模原にある農園でなんと野菜を収穫してきました。無農薬のヘチマやズッキーニ、ピーマン、パクチーなどたくさん取ってきました。そしてその野菜を使ってお料理を作っていただきました。
今回この料理を作ってくれたのはコムコムオートさんのお客さんの鈴木さんです。ありがとうございます。はい、そして鈴木さんは中国のハルピン出身の方で中国料理をたくさん作っていただきました。今私はあの鈴木さんのご自宅にいるんですけれども、お友達もね、鈴木さんのお友達も来ておりまして、そしてなんと私の目の前に15種類ものねお料理がもうテーブルいっぱいにたくさん並んでおります。もうお腹空いちゃった。はい、なのでねたくさんあるのですが、あのいくつかね説明をしていただこうと思います。それではお料理をね作っていただきました鈴木さんにお料理の説明をしてもらいたいと思います。今日あの畑で採ったお野菜なんですけど、これはズッキーニですよね。そうですね、これズッキーニ、あのうちの農薬のあのズッキーニと言うんですよ。ちょっとでかいですけど、うん、でもあのやり方がやっぱり中国のやり方で結構柔らかくてあの美味しいだと思います、うん、あの私の目の前にあるこのズッキーニなんですけど、細く切ってね、そうですね、細く切って、うん、刻んで、うん、あのあと少し片栗粉が入れて、うん、あのそのままで食べればタレがつくでもいいし、ね、つけなくても、うん、もうタレをつけてもつけなくてもどっちも美味しくて、そうですよね、自然の味で、そうそう、はい、止まらなくなりました。そうですね、ね、美味しかったです、はい、あとは私初めて食べたんですけど、うん、ヘチマ、ヘチマですよね、はい、ヘチマって食べれるんですね、うん、食べれる食べれる、あの一応で日本人にはあの沖縄の人が結構好きの野菜なんですけど、今回はうちの友達渋谷さんの、 あの結構お上手なやり方で作ったんですよ、うんうん、結構一番美味しいのやり方だったと思います、ね、美味しくてびっくりしました。そうですね、あの私小学校の時にヘチマ植えてって、はい、小学校にね、はい、それでヘチマがなってるのは見たことがあるんですけど、食べたのは初めてだったので。そうなんですか、はい、いいですよね、今日はちょっと、うん、思いました、うん、食べてよかったですよ ね、 ね、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。あとはたくさんね料理あるんですけど、はい、ピーマン、ピーマンですね、あこれもあの中国の種で作ったのピーマンなんで、あのちょっと中身がちょっと厚くて、うんうん、あの同じで物薬で、うん、あの有機の野菜ですけど、はい、健康のためにあれわざと作ったの、うん、はい、それですね、はい、あのじゃがいもとね一緒に炒めてるんですけど、はい、このじゃがいももシャキシャキとして、うん、そうですね、そんな感じしてます、ね、美味しかったです、はい、ありがとうございます。あと私初めて見たあの珍しいものがねあるんですけれども、これは何の葉っぱでしたっけ。これはね、さつまいもの葉っぱの浜のねえとあの間にの、うん、なんというかなあの茎ですよね、さつまいもの茎、はい、あの、うん、今ちょっとあの幅がもうあのたあの硬いですのでもう食べれなくて、本当は夏だったら幅も結構おいしいですよ。葉っぱもですか。そうですよね、今ちょっと遅くてあの、うん、茎だけで食べるんです、結構栄養がたっぷり、うんうん、体もいいし、うん、あれ結構、うん、ね、さつまいも初めて食べました、はい、この茎まで食べれるんですね、はい、本当に芋ばっかりなので、うん、はいはい、あと最後にあの水餃子があるんですけれども、はい、この水餃子中身がね変わっててセロリが入ってるんです。あ、そうですよね、セロリと、あと何でしたか。セロリとピーマン、うん、あれちょっと手作り、皮も手作りですよ、うん、あのスーパーで買ったのなんかちょっと皮じゃなくてあのゴム機構でちょっと手作りの餃子です、うん、あの生地も手作りです。そうです、はい、ありがとうございます。このパクチーのねあの特製のタレもつけて食べるのがとても美味しかったです、はい、そうですかね、はい、今ほとんど昔の日本人パクチーがあまり、うん、好きじゃないでした。今ほとんど若い人たち、うん、まあ、パクチーも好きだし良かったと思います、はい、うん、ぜひ皆さんいっぱい食べてください、はいはい、いっぱい食べます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。鈴木さんにお話を伺いました。今回このラジオを聞いて車を購入されたお客様には特典でコーティングをサービスさせていただきます。施工を担当していただきます昭和シェル相模千代田店店長佐藤さんにお越しいただきました、相模千代田店店長佐藤です、今回ご購入されたお客様には、私がキーパーブランドの
1年耐久のクリスタルキーパーを施工させていただきます。よかったらご購入の方お願いいたします。よろしくお願いします。来週も鈴木さんのところで中国料理を食べながらお話ししたいと思います。本日私根本萌音が乗った中古車はミニのクーパーセカンドアニバーサリーモデルです。この車水色と白のね2色でして、とっても鮮やかな色でインスタ映えもする、とても綺麗で、そして可愛い車になっております。でも可愛いのも可愛くて、そしてスポーティーさもあるこの車です。とってもね乗りやすくて楽しかったです。乗っててねとにかく楽しいです。この車2004年式、走行距離は5万6000キロです。この中古車のお問い合わせはコムコムオートで検索、そしてカーセンサーなどにも載っております。ぜひ皆さんも乗ってみてください。このコーナーはコムコムオートの提供でお送りしました。バイバーイ。ここでずっと流れています BGM は、前回イントロクイズで優勝しました、うん、私根本萌音の曲がね流れております。ありがとうございます。はい、それでは皆さんのライブ告知などをここでお願いします。はい、次の収録日が12月の21日土曜日、場所がですね緑ヶ丘にある中本家の隣の、純香さんのミュージアムで行うことになりました。はい、ゲストにはですねフジテレビのモノマネ王座にも出演している暁めぐみさんがいらっしゃるということで、うん、ぜひですね、皆さんも遊びに来ていただいて盛り上げていただければと思います。そして伊藤さくらはですね11月の17日に人生2回目となるファンミーティング、そして、ただいま楽曲総選挙というプロジェクトが、やっておりますので、詳しくはブログやツイッターなどを見ていただければと思います。今日もありがとうございました。はい、夏美シャトンヌです。私のオリジナル曲が iTunes ストアや Apple Music にてゲットできるようになりました。ぜひねリスナーの皆さんよかったらポチッとゲットしてくれたら嬉しいです。そして来年なんですけども、来年の2月29日土曜日渋谷ルイド K2 にてセカンドワンマンライブを行います。ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、根本萌音告知します。11月16日17日と相模原の大きなイベントがあります。相模原フェスタというイベントで、なんと根本もねコスプレをして参加をします。なんとそのコスプレマイチングマチコ先生をね、漫画を描いている海老原先生に公認をいただきまして、マイチングマチコ先生のコスプレをして歌ったり喋ったりいろいろするのでね、皆さんぜひ相模原フェスタのホームページやコスプレで参加する方、そしてアニソンを歌いたい方はねぜひそこから参加の応募してください。よろしくお願いします。それではまた来週水曜日もお聞きください。ありがとうございました。ありがとうございました。